まず勝利おめでとうございます。ありがとうございます。試合振り返ってください。今日は相手よりも自分の方が攻めれたので勝てたかなと思います。どういうところが一番自分の中でこうスカッというか、あの 感触ありますか？いつもバック対バックしてたら結構自分でミスしちゃうんですけど、今日は我慢できたので良かったと思います。そのどうでしょう、我慢っていうのは一つご自身のやっぱり武器というか、粘れるっていうのはそういうところがあるんですか？いつもは結構粘れなくて負けるんですけど、今回は粘れたので勝てました。まあ、チーム3対0という流れの中で4番で出雲選手だったと思うんですけども、改めて試合前はどういう気持ちでコートに立ったんですか？まだチームが1点も取ってないので、自分だけでも頑張って勝とうって思いました。まあ、1セット目を第1ゲームを取って、まあ、第2ゲーム取られてちょっと1対1ってなったと思うんですけども、第3ゲームのあたりは自分の中ではどういう心境だったんですか？第2ゲームで挽回されて負けたので、ちょっと流れが悪いかなと思ったんですけど、3セット目は自分のプレーができて取ることができたので良かったです。特に第3ゲーム目の相手のバックを結構ちょっと攻めてるのかなって思ったところあったんですけど、そのあたりってそう思ったんですか？そうですね、教えてもらってもいいですか？ちょっとちょっとバックで攻めて相手が下がってチャンスボールぐらいのボールが来るので、それでいつもは我慢できずにミスってしまうんですけど、それをちゃんと最後まで決めきれたので良かったです。まあ、今日そのまま2勝目っていうところですけど、今後どういった選手になっていきたいなと思いますか？どんな選手にでも対応できて、いろんな選手に勝てる人になりたいです。こういうたくさんの観衆のいる中でプレーができるって、なんかどういうやっぱり気持ちなんですか？なんかインターハイの決勝もこんな感じなんですけど、もうインターハイの決勝とはなんかまた違って、近い周りに人がいてすごい見られてる感がすごいんですけど、それを逆に楽しむようにプレーできるのですごいいいです。先ほど監督がちょっとお話した時に、出雲さんのいいところっていうのは対応力というか、対応力っていうことを一つ挙げられたんですけども、その辺はどう思いますか？自分のラバーは異質ラバーで、そのセットがやってることに相手が慣れてきちゃって、そして自分は勝てなくなるんですけど、相手が対応してきても逆にこっちが次違うことをできるようにいつも練習してるんです。明日がこのホーム最終戦になるんですけども、まあ、明日もう一度ホームどういう試合を出ればどういう試合をちょっとしたいなと思ってますか？みんながびっくりするようなプレーをできるように頑張りたいです。じゃあ明日も楽しみにさせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。